走者とは、野球、ソフトボール、クリケットなどで、類に向かって走る攻撃側の選手である。英語では、ランナーという。野球では、公認野球規則の定義68が走者を定義している。以下では野球を基準にして述べる。打者は、フェアボールを打つか、死球や死球、振り逃げ、保守や野手による。 打撃妨害など何らかのプレイによって、バッタースボックスを離れ一塁に向かうことで走者となる。特に一塁に達するまでの走者を脱車走者、またはバッターランナーと呼んで区別することもある。走者は、ボールインプレイの元では常に進塁を試みることができ、一塁、二塁、三塁、本塁の順に進む。走者が正規に走塁し本塁に触れると、 攻撃側に一点が与えられる。ただし、飛球が捉えられた時は、走者はリタッチをしなければならない。リタッチのためなどの理由で逆走する必要がある。場合は、進塁とは逆の順で、本類、三類、二類、一類の順に戻らなければならない。進塁、または起類の途中、何らかの理由でアウトになると、グラウンドから尻ぞかなければならない。次の場合、 走者はアウトになる。次の場合、守備側から審判員にアピールがあれば、走者はアウトになる。このようなプレーは、アピールプレーと呼ばれ、アピールプレーによるアウトは、アピールアウトと呼ばれる。アピールプレーでは、野手は、走者、または、目的の類に食まして審判員にわかるように、動作や言葉でアピールすることが要求される。アピールプレーは、類に食まして、アウトにするプレーであるが、 アピールアウトはフォースアウトではないので、両者は厳密に区別される必要がある。ただし、状況によってはアピールプレイによるアウトがフォースアウトであることもある。また、フォースアウトでない第3アウトが成立して、イニングが終了しても、それ以外に有利なアピールプレイが残っている場合、守備側がイニング終了後でもアピールプレイを行えば、 すでに成立した第3アウトと置き換えることができる。この件を題材にしたものに、水島晋二の漫画、ドカベンで描かれたルールブックの盲点の一点がある。本類だや、ボークなどのプレーの状況によって、走者はアウトにされる恐れなく侵類することができる場合がある。これを安全侵類権という、ボールゲットのもとで安全侵類権が与えられたときは、 与えられた、類以上に進むことは認められない。そのため、例えば1、2類間に1類走者と、打者走者の2人がいた時に2個の安全進類権が与えられた場合は、1類走者は3類まで進めるが、打者走者は2類までしか進めない。ボールインプレーの下で安全進類権が与えられた、時は与えられた類より先に進んでも構わないが、 与えられた類に達した段階でその奏者は安全ではなくなる。なお、与えられた類を空過ごした場合でも、その類には達したものとみなされる。また、打者に一類が与えられた場合は、打者に一類を明け渡すために進塁しなければならなく、なった奏者は安全に次の類へ進むことができる。いわゆる死子宮による押し出しは典型的な例である。 安全心類権についての詳細は、安全心類権の功を参照のこと。日本のプロ野球などでは、打者走者が明らかにアウトになりそうな場合や短打で出塁できそうな場合は一塁まで全力では走らずに、ゆっくりと一塁まで走ることも少なくない。明らかにアウトになりそうな場合でも失策により、アウトを免れる可能性がないわけではないことや、常に、 全力でプレーする姿勢が大切だという見地から、一塁まで全力で走らないプレーは非難の対象になることや、チームとして厳しく律することもある。公認野球規則5.05公認野球規則5.09公認野球規則5.06公認野球規則5.06例、李章用の本類だが取り消された例。幻の本類第一覧を参照のこと。 野球選手の全力疾走高校野球情報 .com 第92回大会総評大石監督クゲンフェルヨ、一塁まで全力疾走せよありがとうございます